今、いすみ鉄道の小山津駅に来ました。小山津駅ですね。一応先に。こっちが、大原方面です。こっちが、上総中野方面です。小山津ですね。小山津。ね。じゃあ、ホーム行って、ご覧のとおり、ホームは狭いですね。横幅が。横幅も長さもちょっと狭いですね。人二人すれ違うことで、ギリギリですね。こんな感じの駅です。小山津です。で、結構ね、狭いですからね、気をつけてくださいね。では、駅舎に、待合室に行ってみましょう。これが待合室ですね。黒板がありますね。ね。黒板がありまして、黒板消しがありまして、ベンチがありますね。ベンチがありまして、ガチャがありますね、なんと。ガチャと、いすみくじ、ね。ありまして、ね、こんな感じですね。はい、時刻表でーす。はい、時刻表がありまして、運賃表はないかな。ないですね、運賃表は。で、運賃表はちょっとないですね。あ、ここにありますか。ここに運賃表が細かくありますね。これが運賃表ですね、これが。運賃表になっております。じゃあ、駅の入り口はですね、これは、用水路ですかね。なってまして、民家がありますね。民家が何軒かありまして、こう、お寺がありますね。お寺か、神社かな？神社ありますね。で、待合室があって、民家が数軒ありますね。民家だいたいこんな感じであります。で、こんな感じでして、あとはこんな感じですね。あとはあんまり何もないかな。こう、普通の住宅街ですね。こんな感じになっています。小山津ですね。小山津の次はね、どこに、まあ、だいたい次の駅はですね、また、その時にまた、行きますが、どこになるかな。では、一旦失礼します。